チャールズ・ M ・ゲシキはアメリカの実業家である。1982年にグラフィックソフトウェア会社、アドビシステムズをジョン・アーノックと共同で設立したことで知られている。ゲシキはセント・イングナティウス高校出身であり、ザビエル大学にて古典の学士号、数学の修士号をカーネギー・メロン大学にて計算機科学の博士号を取得した。 景色は1963年から1968年まで、ジョン・キャロル大学で数学を教えていた。アドビ設立の前、景色とアーノックは、ゼロックスのパロアルト研究所に勤めていた。景色は1970年代前半から勤務しており、1978年からイメージングサイエンス研究室を牽引して、計算機科学、グラフィックス、画像処理、 工学の分野で研究を行っていた。彼は研究の長期パートナーとして、ジョン・アーノックを雇い、共にページ技術言語を開発して、インタープレスという書体、書式を電子的に表現する技術を作った。印刷制御に使うアーノックのインタープレスグラフィック言語の商業的価値に対して、そのゼロックスの扱いに不満を持ったため、二人はゼロックスを離れて、 アドビシステムズを立ち上げた。ゲシキとアーノックの開発したインタープレスはポストスクリプトとして改良された。最初の DTP はマッキントッシュとポストスクリプトプリンタであるレーザーライターを組み合わせて使うことで文章入力や文面構成、画面上に表示された通りに印刷などを誰でもできるようになった。ポストスクリプトは機種依存性がなく柔軟なので 市場価値があった。この新しいシステムが市場に登場するとビジネスユーザーによる文章作成の質、効果が急速に発展し業界全体が急成長した。1986年12月から1994年7月まで下敷はアドビの最高執行責任者を務め、1989年4月から2000年4月まで社長を務めた。 ワーノックが最高経営責任者の職を降りる。少し前、2000年に下式は、アドビの社長の職を降りた。1997年9月から、アドビの理事会共同議長を引き受けている。アドビは2010年のフォーブスグローバル2000で1069位にランクインし、フォーブスリストオブ400ベストビッグカンパニーズイン2009に掲載された。 1992年5月26日の朝、カリフォルニア州マウンテンビューにあるアドビ駐車場に仕事で赴いていた時に、下宿は銃を持った二人の男に捕らえられた。カリフォルニア州ホリスターの家から FBI によって解放されるまでに4日を要した。5月31日、身代金65万ドルを受け取ったは下を解放し、 その後 FBI はバンガローにある隠れ家を特定した。誘拐犯であるサンホセのムハンマド・アルブハーリとキャンベルのジャック・サイエーは最終的に州裁判所で終身刑を宣告された。1999年にチャールズ・ゲシキはアソシエーション・フォー・コンピューティング・マシーナリーのフェローとして称えられた。2002年にジョン・アーノックと共に行った DTP の普及活動の 成果とフォントグラフィックス、印刷分野のイノベーションが評価され、コンピュータ歴史博物館のフェローとなった。2006年10月、下敷は共同設立者のジョン・ワーノックと共にあや、アニュアルメダルオブ・アチーブメント・アワードを受賞した。この賞におけるソフトウェア開発技術者の受賞は、これが初である。2008年、IEEE コンピュータ・ソサエティより、コンピュータ・アントレプレナー・アワードを受賞。 2009年には大統領バラク・オバーマより2008年アメリカ国家技術賞を受賞した。2012年5月20日の日曜日、下式は数学教授として務めていたオハイオ州ユニバーシティ・ハイツのジョン・キャロル大学で卒業生に対して演説を行い名誉博士号を取得した。下式はサンフランシスコ公共楽団の委員会ナショナルリーダーシップラウンドテーブル オンチャーチマネージメント、コモンウェルスクラブオブカリフォルニア、タブローソフトウェアに属している。カーネギーメロン大学の計算機科学諮問委員会、イーガン・マリタイム・ファンデーションの委員会、ナンツ・キット・ボーイズ・アンド・ガールズ・クラブの委員会にも属している。また、全米技術アカデミーのメンバーでもあり、アソシエーション・フォー・コンピューティング・マシーナリーのフェローでもある。1995年に、 全米技術アカデミーに選ばれ、2008年にアメリカ芸術科学アカデミーに選ばれた。2010年にはサンフランシスコ大学理事会の理事長を務めた。1964年にチャールズ下キは、なんと結婚し、子、孫も授かっている。彼はカトリック教徒である。ありがとうございます。